海上自衛隊が、雷鯨型潜水艦の海上テストを、2024年9月から開始したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな海上自衛隊最新鋭潜水艦雷鯨の進化したエンジンについて詳しく見ていきますね。最近は、中国の最新鋭原潜が沈没など、ニュースが流れていましたが、台湾海軍の最新鋭潜水艦もかなりの性能ですよね。韓国越えで台湾海峡を制圧できますね。中国の潜水艦は爆音らしいのです。海上自衛隊を管轄する防衛省、その中で近畿中部防衛局は、最新鋭のディーゼルエレクトリック方式の攻撃型潜水艦である、台鯨型の4番艦である雷鯨について、海上におけるテストを、この2024年9月から始めていることを公表した。台鯨型潜水艦の4番艦にあたる雷鯨は、建造元である川崎重工業者の神戸工場において、2021年3月に寄港され、昨年2023年10月に進水を果たし、来年2025年3月の就役を目指して、最終的な準備が進められている状態である。台鯨型潜水艦は、現行の海上自衛隊の潜水艦の中にあって、最新鋭の艦艇だけに伏せられている数値も多いが、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルほどの艦体を備えている。この数値は、台鯨型の前級にあたる、そう、竜型の最終型の2隻の場合、基準排水量が約2950トン、水中排水量が約4200トン。全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルほどであるため、ほんの少しの大型化が図られたと言ってよいだろう。こうした数値上の台鯨型と、そう、竜型の類似からも、容易に想像ができると思われるが、台鯨型は、前級である、そう、竜型のコンセプトと関与を継承した後継艦であり、この刷新は、次級で行われるものと目されている。ただし、機関部の構成に関しては、前級である、そう、竜型が、1番艦から10番艦までの10隻は、ディーゼル機関、鉛製蓄電池、発電機、スターリング機関を搭載し、近年の通常動力型潜水艦のトレンドでもあった非対機依存推進を実現していた。これが、そう、竜型の最終の2隻、11番艦と12番艦では、大きな変更が加えられ、リチウムイオン蓄電池を採用したことで、スターリング機関を廃止、それに、ディーゼル機関と発電機の組み合わせによるシンプルな構成に立ち返ったと言える。そう、竜型の最終の2隻は、こうした機関部の変更が同型艦の途中で行われたという意味で、非常に稀有な存在とも感じるが、台鯨型は、そのキープコンセプト版とはいえ、設計の段階で、その使用が前提とされた点が大きな相違であろう。そのため、台鯨型は、そう、竜型の最終の2隻よりも、狭い艦内のスペース効率を有効に活用することが可能となり、それまで、海上自衛隊の艦艇の中で、唯一、女性自衛官の乗り組みができなかった潜水艦を、その制約から解放した。台鯨型には、女性自衛官専用のシャワー設備や休憩設備が、スターリング機関を廃止したことで得られたスペースを使用して設けられており、潜水艦乗組員の慢性的な人員不足と、世界的な軍におけるジェンダーフリーの潮流にも適応した艦艇だと見さされている。また、台鯨型潜水艦は、前級である、そう、竜型の最終2隻から引き継いだ、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池、発電機という機関構成の通常動力型であることは前述した通りだが、重機であるディーゼル機関も、雷鯨からは変更が加えられている。台鯨型の3番艦までの重機であるディーゼル機関には、川崎重工業社製の 12V25-25SB 型2機が搭載されていたが、今回の雷鯨から、これが、同社の 12V25-31 型2機に改められており、リチウムイオン蓄電池への充電効率の向上が図られた模様だ。台鯨型では、当初から、リチウムイオン蓄電池の搭載を前提に開発が行われたため、
従来の鉛製蓄電池よりも大電流でかつ持続的な充電に対処可能となり、機関部もこれに対応したディーゼル機関と発電機を用いることとした。これによって体外型の4番艦である内外からは新型のシュノーケルシステムの性能をフルに活用可能になったと召され、先行航行時の時間や行動半径の増加と給排気のための浮上時にも敵に探知されにくい仕組みを両立させたとされている。海上幕僚監部側が公表している数値によれば、総流型の最終2隻と対外型3番艦までに搭載された 12V25-25SB 型2機と内外から搭載された 12V25-31 型2機では、機関の最大出力は同じ6000馬力、水中速力も最大20ノットと同じではある。しかし、こうしたカタログスペック以上に、対外型は今回の内外からさらに運用効率を高めているものと思われ、世界的に見ても通常動力型潜水艦としてはその規模、連続運航距離において最上位に位置することは間違いないだろう。内外を含む対外型はもちろん、2024年9月の現時点で海上自衛隊が保有・運用する潜水艦の兵装はいずれも機関主部に6門が集中配置された 533mm 魚雷発射艦となっており、その意味では大きな変化は見られない。この 533mm 魚雷発射艦から内外が運用する兵装は、国産の人は地式魚雷が有力と見られており、これは現行のは地球式魚雷を更新する長魚雷で、敵の艦艇のデコイなどによる欺瞞や従来よりも浅い水深の海域にも対処可能とめされている。加えて 533mm 魚雷発射艦からはアメリカ製のハープーン対艦ミサイルの潜水艦搭載型である UGM-84 の運用も可能となっており、このバージョンは武国にとめされ、最大射種距離が 250km 弱の同兵器は限定的なガラ対地攻撃能力も有している。しかし、この潜水艦搭載型であるハープーン対艦ミサイル UGM-84 の最大射程距離である 250km 弱という数値は、昨今、飛躍的に射程距離の延伸が続く他のミサイルに比して見劣りする感は否めず、早晩に代替する必要があるだろう。現在の日本の海上自衛隊において、その潜水艦隊は、2011年度から適用されている防衛計画の大綱、現在は国家防衛戦略に名称を変更にのっとって22隻体制を構築しており、対外型の1番艦にしてネームシップの対外が就役した2022年3月から達成状態を維持している。県の対外は今年2024年3月に試験潜水艦へと艦種変更を受け、就役からわずか2年でのこの変更はかなり異例の対応であることは間違いないと感じられるが、それだけ日本を取り巻く軍事的な環境が悪化していることの証左とも言えよう。よって2024年9月の時点で海上自衛隊の潜水艦隊の内訳は、親潮型が8隻、総流型が12隻、対外型が2隻で、22隻の実戦配備を実現させ、これに、練習潜水艦として、親潮型を2隻、前述した試験潜水艦として、対外型1隻を別枠で運用していている。日本の海上自衛隊における潜水艦隊の拠点は、西が、広島県の5基地を母港とする第1潜水隊群と、東が、神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群とに大別されているが、規模は、前者の方の配備数の方に重点が置かれている。広島県の5基地を母港とする第1潜水隊群には、親潮型4隻、総流型8隻、対外型1隻の合計13隻、神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群には、親潮型4隻、総流型4隻、対外型1隻の合計9隻が実戦配備されている形だ。これは、日本の現在の防衛のあり方が、南西諸島方面を中心とする海域に重点を置いているためと思われ、今後毎年1隻ずつが新造されて、現行で最も旧式の親潮型が同数実戦配備から退く中でも、その傾向は続くものと見てよいだろう。
こうした現在の通常動力型の攻撃型潜水艦の体制の維持と並行して、海上自衛隊では、VLS 垂直発射艦を実装する実験用の潜水艦の建造も打ち出しているが、今後は、これが、どのような位置づけで整備されるのかも注目される点だ。これをもって装備する VLS 垂直発射艦に収めるミサイルには、核弾頭を搭載した SLBM 化することを望む声も一部から聞かれるが、個人的には、トマホーク巡航ミサイルのような通常型の長距離打撃兵器の実装に止まるのみではないかと考えている。ライゲイは、基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルを有し、先代の双竜型と比較して、わずかながらの大型化が行われています。重機として新型ディーゼル機関が採用され、リチウムイオン蓄電池による電力システムが組み込まれており、その結果、より効率的な運用が可能となっています。また、女性自衛官専用の施設も設けられ、潜水艦隊の多様性と機能性が強化されています。これらの進化により、ライゲイは日本の潜水艦技術の新たな標準を示すものとなり、その運用結果が待たれます。